あります。新型コロナウイルス感染者が定期保健所管内で確認をされました。感染が確認されましたのは長谷町在住の20代男性、大学生の方であります。その長崎大学の学生さんでありますけれども、昨日から感染者として医療機関に入院を、経過について、お話をさせていただきますが、2月からイギリスに留学をされておられて、3月16日に帰国されました。で、同日羽田空港から長崎空港へ空路で移動された後、その後公共交通機関を使うことなく、ご家族の車で自宅まで戻られ、その後帰国直後ということもあり、外出を自粛しておられたところであります。そうした状況の中、3月18日に至って喉が痛いという症状が、また昨日3月24日には倦怠感の症状があったということで、一方長崎大学におかれては、ちょうど海外渡航者の方々が帰国され、あるいは入国をされるというような時期を迎える中で、そういった方々の健康管理の重要性を認識されておられる中で、この優勝の事例が生じたために PCR 検査を実施されたので、その結果が陽性であったというご報告をいただき、改めて昨日県の帰国者接触者相談センターを経由して、この帰国者接触者外来を受診していただいて、検体採取の上、検査を実施、PCR 検査を実施した結果、今朝6時ごろ陽性が再度確認されたところで、同時にですね、濃厚接触者と考えられる同居のご家族の方々を含めて、昨日検体を採取し、一緒に PCR 検査を行ったところでありますが、ご本人を除いてご家族の方々すべて陰性が確認されたところであります。非常に大学におかれても課題意識のもと、非常に迅速な対応を図っていない、そしてまた関係者の方々にも非常に慎重なご対応をいただいたという状況でありますので、県内における感染拡大というのは考えにくい状況にあるのではないかと考えておりますけれども、現在、具体的なこれまでの帰国された後の行動歴、濃厚接触者の状況等については現在製品保健所において確認中であります。従いまして、今後さらに対応が必要なのについては、それから新たに対応が求められるということになっているのだと思います。以上、経過の概要を説明をさせていただきましたけれども、どうぞ何か答えがありましたら。